どうも、菅田将暉です。いやー、ミスタードーナツが新作ドーナツ出しましたね。なんかベイクとコラボしてるかなんかで。ドーナツ出たんですけど、僕以前の動画でですね、元ミスド店員が選ぶコンビニで売ってる一番美味しいドーナツはこれだみたいな動画で、今後ドーナツいらないですと。食べないですという約束をね、しまして、だからもし僕がこの新作ドーナツを買っていれば、めちゃくちゃ約束破ってることになるんですけど、買いました。正しくは、もらいました。CM やってるんでね、こんな感じで、もらいましたね。さすがにちょっと CM やってて食べないってことはできないということで、厳密に言えばですね、このドーナツ食べないって言い出したのも僕の友達のドーナツ大好きお兄さんが言い出したことなんで、正直ね、菅田将暉である僕は、食べていいってことなんで、早速ね、こちら食べていきたいと思います。タルッテルって何？いや、あんまなんかミスタードーナツにタルタルソースのイメージないな。昔やってたんかな、タルタルドーナツかな。タルテルってちょっとようわからんけど、CM やらせてもらってるんで、ちょっと厳しくは言えないんですけど、で、マネージャーからね、このカード使って買いましたよということを報告受けました。このカード何かって言ったらね、テイクアウト専用で、4つ買ったら1つプレゼントだよってことなんで、新作ドーナツ4個買ってきて、でね、ポンデリンゴをね、1個つけてもらいました。ということで、計ドーナツ5つですね、早速食べていきたいと思います。ではまず、こちらのドーナツから、これ美味しそう、一番美味しそうでしたね。こちらに画像と名前が出てますけども、これちょっと絶対うまいやろ。これいただきます。すごいな。この上のチーズ、チョコチーズみたいな、これ甘さ控えめでちょうどいいですね。皆さんが多分想像している以上にマッチしてます。これはちょっとすごいな。こんなに合うんやっていうか、さすがやなって感じですね。このドーナツ1個食べたらリピートする人増えそうですね。ちょっとこれはもう中川家やね。トップバッターにしてえぐい。で、このタルッテルってそこにあるな。なんやこのタルッテルって。ミスドが押しとんかタルッテルって言葉。流行るわけないやろ、このタルッテルってなんやねん。次、こちら。これチーズホイップかな。去年も出てたやつかな。食べていきます。マリトッツォみたい。ほら、側面がこんなにね、ホイップとチーズが多分あって。いただきます。これはさっぱりしてて、多分飽きのこない味付けになってると思います。パンの生地、この周りの生地がすごく美味しいですね。ふわふわしてる。最高の仕上がりですね。で、突如登場していましたファミチキね。ファミチキをもらってきました。Twitter 検証僕ガチ勢なんですけど、ファミマのね公式アカウントで、なんかもらえるみたいなキャンペーンやってたんで、引換券ね、Twitter の検証でこの引換券が当たりました。僕菅田将暉なんですけど、Twitter の検証もやりますね。ファミマのこのハバネロかな、なんか辛いやつです。いただきます。ジューシーよね。辛いわ。結構辛い。後から来る辛さです。ハバネロ、ホットチキン。すごいね、ジューシーですね。甘いドーナツ2つ食べた後のこの辛いチキン。辛さしか感じひんわ。なんか、余計辛さが強調されてるんだと思います。ファミチキ休憩を挟んだところで、本日お昼の部、ラスト、ミスタードーナツ、定番メニューね、ポンデリング、いただきましょう。いただきます。うわぁ！すごいね。リングでポンすごいわ。見てよ、これ電車みたいやろ、もう。ほんまにちょっとミスドの CM やっといてよかったなと思いますね。どんな仕事来てもミスドの CM 最優先で行くわ、これから。ちょっとうますぎる。ちょっと店員出てた。元店員出てたな。ってことで、残りね、この2個、残ってますので、夜にまた食べたいと思います。晩飯！ちょっとお裏上がりすぎますが、晩飯引き続き食べていきましょう。こちらのね、カルピス、オレンジエスプレッソっていうのがね、あるんですけど、これまたね、なんか濃いカルピスを買った時に、1本無料でプレゼントみたいなのもらったやつです。菅田将暉でもね、こういう1本無料みたいなのやるんですね。ミスド、ベイクインクのこれ、リンゴですね。多分出てます。こちら早速いただきましょうかね。こんなんうまっ。パイ生地ね、これ、パイみたいな感じでいただきます。これ海外風。これうまいわ。リンゴのね、ペースト、リンゴジャムペーストみたいなのが、ちゃんとリンゴの果肉が入ってて、シャキシャキしてて、ほんまに普通のリンゴパイですね。カスタードも入ってんのかな。それがね、ちゃんとこのパイ生地とマッチしてて、いや、ほんまにこのコラボですけど、ほんまにそのコラボしてます、ちゃんと。めちゃくちゃちゃんとコラボしてるんで。ちょっとこの制限すごいな。これ美味しいわ。ミスドやのにミスドじゃない感じですね。ミスドが嫌いな人でも楽しめそう。この赤のリンゴとこの黄色のカスタード、この組み合わせ最高でした。で、オレンジのエスプレッソ飲みます。オレンジエスプレッソって何なんですかね。エスプレッソってコーヒーでしか聞いたことないで、これあんま美味しないですね。最後、こちらね、一番ベーシックなやつかな、チーズタルトみたいなやつです。これはね、去年も多分あったかな。めっちゃ美味しいんですよ。これこのチーズちゃんと焼けてるでしょ、こんがりで。はいただきます。やっぱでもチョコのチーズのやつは超えられへんな。でも別にチョコいらんな、チーズの方をちゃんと楽しみたいなと思う人はこっちもめちゃくちゃありやと思います。やばい、一瞬でなくなるもん。オールドファッションってね、この結構ちゃんとした生地じゃないですか。やのにこのチーズがあることでめっちゃサクサク進んでいきます。うまいで、たるってるってまたあるな。どういうこと？そのチーズやからチズってるとかやってまだ分かるんですけど、タルの要素どこにあんの？この今回のドーナツ、菅田将暉やからすだってるとかでもまあ全然ありなんですけど、タルの要素どこにあんの？これタルってるってどういうこと？ハッシュタグの流行らせようとしてる感とかもちょっと気に食わんですね。はい、ということでですね、まあ、今回ドーナツ5つね計食べてきたんですけど、夜にまた残り食べますとか言ってたんですけど、全然いけそうでした。というのもまあ、ね、前回のねコンビニドーナツ食べるっていうの結構きつかったんですけど、コンビニよりうまいからか知らないんですけど全然そのいけますね。こんだけでもいける。密度だったらほんま無限に食えるような気がしました。まあ、僕俳優業やってるじゃないですか。なんでまあ、ちょっとねこれ以上食べてしまうとさすがにちょっと太ってしまうので、まあ、やっぱね映画とかドラマとかのオファーも来てて、まあ、ちょっとね各所に迷惑かけてしまうので、案外ね太ってしまうとやっぱ役に入りづらいだったりとか、今着てる役とかもねなかなかちょっと太っちゃうと、まあ、できない演技とかもあるので、まあ、今後ちょっとドーナツ食べるのをやめたいと思います。これはもう菅田将暉一俳優としての決断なんで、もうミスタードーナツの CM もこれちょっとまあ降りさせていただきます。僕 CM 今後出ないですし、ドーナツも食べないということで、まあ、これ残念なんですけど、はい、お知らせしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。肩にはまる777ヒアウィーゴー、起きて破りなことをしてやろう、暴れろパワーフォースタイル、のびのびとあゆれにとらわれないぜ。